皆さんこんにちは、渡辺美音です。今日は姉妹ちゃんがお家でトリミング中なのでキッチンにこもって、YouTube 撮り始めました。最近私が、米麹にハマっていて、いろんな麹を作っているんですけれど、なんかそれをこうブログとかでアップすると皆さんからご質問を結構たくさんいただいて、どんな風に作るんですかとか、どんな風にお料理に役立ててますかっていうコメントをいただくので、今日はそんなことをご紹介していきたいなと思います。最近、米麹で作ったものを紹介していくと、まず一番最初に作ったものがこちら、お味噌。米麹で作ったお味噌なんですね。何年か前にそのお味噌スクールみたいなところで作ったことがあって、そこでは作ってきて1年後にやっとお味噌が食べられる、お料理で使えるという状況だったんですけど、今回は後ろにあるマシンを使って60時間でお味噌が出来上がりました。米麹これからのスタートだったんですけど、これ作って、でその後、もう一個お味噌も作りました。これは麹をちょっと変えてみました。甘酒麹というので作ってみたのね。そしたらもうね、お味噌が全く違う感じで出来上がりました。こっちはね、なんかね、もう本当に香りもよくってまろやかな感じで、お野菜のお味噌汁にすごく合う感じに出来上がって、こっちね、なんかね、野菜とかにそのままディップとしてつけて食べると美味しいという。あとは、料理とか、ドレッシングとかに使える、玉ねぎ麹。玉ねぎ麹はこれコンソメっぽい香りと味なので、スープだったり肉じゃがとかにも使える玉ねぎ麹になりますね。これも蓋開けるとすっごいいい香りがしてくるんですね。続いて作ったのがこれ、生姜とニンニクの麹。これも結構たくさん作ったんだけれど、こんなちょっとになっちゃいましたね。これはもうすっごい万能だと思う。唐揚げも作ってるし、我が家で結構出番の多いローストビーフにも漬け込んだんですけど、お肉もジューシーになるし、すごく美味しい仕上がりになったので、なんかこれはちょっと本当におすすめかなという感じですね。で続いて、うちレモンが好きなので塩レモン麹も作ってみました。これレモンは皮を入れるとちょっと苦くなっちゃうんですけど、私はもう皮も全部入れて、ちょっと粗みじんにして、レモンを麹と、お水を少し入れて、でお塩を入れて作りましたね。これは焼いたお肉にちょっとつけてもいいし、これにオリーブオイルを入れてドレッシングにしても美味しく食べられるという。で最後、最近はですね、こちら甘酒も作っちゃったんですね。甘酒も6時間ぐらいで作れるの、後ろにあるマシンで作ってるんだけど、麹とお水と炊きたてのご飯で作りました。出来上がった時はまだ食感、つぶつぶ感が残ってるんですけど、ちょっと飲みづらいので私はミキサーにかけてもうサラサラにしました。ということで甘酒、まいしくんに飲んでもらえますかね。はい、どうぞ。すっごい高級な、いいコップ持ってきてくれたもんね。こんにちは、もやしくんです。向かってます。Yes。 出来上がってすぐ飲んだでしょ、甘酒。最初ドロドロだったからね。これね、こんな感じ、ちょっとでいい。甘酒、皆さん、手作りの甘酒です。で本当何も入ってないからね。すごいね。どうなの？どう？まだちょっと噛まなきゃいけない部分は少しあるけど、味は最高に美味しい、飲みやすい。甘さは？甘さもちょうどいい。飲む点滴って言われてるんだよ。イエス。こんなのをさ作れるってなったらハマるよね。今お家にある麹ちょっと皆さんにお見せしようかなと思って、まず皆さんが多分スーパーでよく見かけるのはこの麹じゃないでしょうか。これは生麹なのね。
お味噌を作るときに私は今回これを使ってるの。米麹のお味噌を作ったときに大豆とこれで作ってるのね、お塩とで。最近は甘酒麹っていうのもあって、ちょっと今もう私全部使ってしまったのでないんだけど、このお味噌を作った時には甘酒麹っていう、なんか茨城のところでお友達が買ってきてくれて、それがすごい美味しいからお味噌に合うから作ってみてって言って作ったのが甘酒麹。吉川麹じゃないの？あるんじゃない？シャッ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 ってないのね。そんなこと言ったら中本浩二さんだって言うでしょ。体操です、体操です。あとこれ甘酒作ったのはこのこぼれ梅っていうので作ったの。梅干しの味するの？違うよ。しないの？多分この梅の花の形に似てる麹が、なのでこぼれ梅っていう名前がついてるみたい。これはあのここにも書いてあるんだけど、甘酒とかお菓子に使うといい感じなので、もう開けて香り嗅ぐともう、うん、甘酒っていう感じなの。本当だ、さっき飲んだのと一緒だ。すごいよね、いろんな麹があって、あ、こんな麹があったんだって勉強になるよね最近。でこれもお友達が買ってきてくれた麹なの。これは金沢に行って買ってきてくださった麹。これも石川県の金沢市のやつだね。実はここの、甘酒が好きで結構飲んでて、でもショップに行ったら麹がやっぱりいっぱい売ってたのね。で最後これは高根くんとりさちゃんが岐阜に行って買ってきてくれた麹。土岐市に醤油工場があるんだって。でそこで買ってきてくれた麹なの。だからね、よくよく見るとこれみんな色も違えば大きさも違うの、すごくない？でさ、みんな気づいた？麹ってさ、この麹この感じとこの麹、こんな感じ。そうだね、があるの。あ、そうだね、うん、こっちは中国から。あ、そうなの。米と麦の麹のことを言う感じなので、麹全般の麹で、こっちはもうお米だけの麹のことの。じゃあ、電気工事とか水道工事とか。あ、それも全部こっち。こっちね、こっちなんですって。電気工事、水道工事、ガス工事もみんなこっちですね。はい、いいものを取り入れたいなってやっぱり思うようになってきて、で自分にできることじゃない、体にいいもの自分が作れば食べられるから、でそれでもっと美味しいから楽しんで作れるっていう感じ。マシンマシンって言ったけどね、これ見せないと分からないでしょ。ヨーグルトメーカーっていうのかな。でもこれさ、すごいの、お酢ができたりなった。私次納豆も作ろうと思ってるのよ。で この甘酒のスイッチを押すだけで6時間でできちゃうのね。だからずっとお味噌を作る時もここの中がある一定の温度でずっと保たれてて60時間でできるってやつなんですよね。だからもうすっごい使えます。さあ、ということで甘酒を作ったけれどどうやってという方のために、今日うちにはスイカがこんなにも届いたんですね。なのでそのスイカを使って飲んでいただこうかなと思います。まず甘酒、甘酒とスイカ、こんなにいっぱいあります。スイカちょっと多めで、はい、こんな感じで。何？こうして、すごい。でしょ？さっき飲んだの覚えてる？甘酒。もちろん覚えてるよ。これはもっと飲みやすくなってます。皆さん真似してください。これは飲みやすいよ。はい、どうぞ。スイカ甘酒ですね。そうです。いただきます。はい、もうちょっとスイカ入れてもよかったかも。
ラサ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 ラ、スイカの味とどう相まって、あの相まるよりも甘酒の勝ち甘酒の勝ちなので、ちょっと甘酒がちょっと苦手かもっていう方はこういうフルーツを入れて作っていただくと、このスイカって水分じゃない、なのでさっきのトロトロがなくなるので飲みやすくなる。氷をちょっと入れて冷やすといいかもしれない、ね、ちょっと冷たい方がね多分飲みやすいと思う。ということで、今回はシンプルな塩麹もちょっと作っていきたいなと思います。オーソドックスな塩麹を作りたいと思います。必要なものは麹と、あと容器とお塩と、あとお水が必要になりますね。今回はこちらの麹を使って、塩麹を作ります。まず麹は、これちょうど1袋 200g なんですけど、この 200g を使います。玉ねぎとかはもう全然お水を入れないで麹を作ったんですけれど、玉ねぎ麹今回は少しお水も入れていきます。お塩を入れていきます。塩も、はい、68、続いてお水も入れていきます。これでよく混ぜていきます。これだけで塩麹ができちゃうのね。ただこれですぐできるわけではなくって、ものによってなんですけど、今まで私が作ってきた塩レモンだったり生姜にんにく麹、玉ねぎ麹はだいたい5日から1週間ぐらい常温で毎日1回混ぜて出来上がり、こんな風にしてよく混ぜてというのを毎日一度やりながら、5日から1週間で塩麹が出来上がります。本当にこんな簡単に塩麹できちゃうのね。なので皆さんもぜひ試してみてください。今回は、作っておいた塩レモン麹だったり、生姜にんにく麹で鶏肉を焼いてちょっと試食をしてもらって、本当に美味しいのかをもやしくんに検証していただこうかなと思います。ということでドレッシング作ります。ドレッシングはこの塩レモン麹を使って作っていきます。もう本当にこれは蓋開けるだけですっごいいい香り、焼いた鶏肉にこのままつけても全然食べられるという感じですね。でこれをお好きなだけ、まあ、お野菜の分量にもよると思いますけど入れていただいて、胡椒とお塩も少し入れていきます。お塩入れてオリーブオイル、もうこれだけで出来上がりなの。すっごい簡単じゃない。これでドレッシング出来上がりなんですね。これをお野菜にかけて食べていただきます。じゃあ続いて、生姜とニンニクで漬けた鶏肉を焼いていきます。ということでこちら油を引いて、これはオリーブオイルで焼いていきます。
皮面から。いいですか？開けます。せーの。皮面もカリッと焼き上がり。食べていただきましょうか。ということで出来上がりました、はい、もうシンプルにチキンを焼いたものとドレッシングを作りましたので、まずサラダからいってもらおうかな。これは何ドレッシングでしょう？これは塩レモン麹。出た、俺の大好きな塩レモン。あ、そうそうそう、キュウリだけでも十分多分いけると思ったんだけど、はい、どうぞ。ドレッシングで、うんうん、塩とオリーブオイルと胡椒が入ってる感じ。しっかり味がついてて、うんうん、ちょっと濃いめにしたから、ちょっと濃いめ。でも美味しい、うんうん、でこの麹の食感もさ、良くない？ちょっと残ってて。そう、トマト、うん、完璧です。完璧ね。全て無添加、うん、体にいいね。いつも健康を考えてくれてありがとう。ありがとう。はい、はい、どうぞ。これはチキン、生姜とニンニクの麹で焼きました。あ、生姜ニンニク麹、うん、いただきます。はい、どうぞ。こんな感じ、焼き目はこんな感じで、うん、美味しい。美味しい。めちゃくちゃがつくぐらい美味しいです。ね、だってさ、その麹しかつけてないの私、味ね。十分味ついてない。ね、すっごい美味しいでしょ。美味しい。じゃあさ、これも食べて。え、これこれ。プラスオン。うんうん。塩レモン麹をプラスオンして。うんうん、はい。どう味変になるか。うん。こうプラスオンしました。おいしい。どっから習ってくるのそれ。だからこれもソースになる。こういう麹を作ったらこんな風にしてお料理に使っていっていただけたらいいのかなと思います。ということで、そろそろ姉妹ちゃんのトリミングも出来上がるので、私も YouTube ここのあたりで終わりたいと思います。姉妹ちゃん見に行かなきゃね。そうね。ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたご覧ください。それではさようなら。掃除でした。大丈夫だよリーちゃん、大丈夫だよ。ここやってもらってるから。心配なの。ミニちゃんそうなんね。え、くたくたくた。何おこですか。何おこ。ここにはなんか心配なんじゃない。中に多分。